10名で揃えまして、はい、どうですか。いやー顔見知り多いなっていう。おゆうくん、今でゆうくんはもうマジで兄貴っていう感じで、全く逆のかっこよさを持ってたらなっていう気持ちで、お兄さんですね。あ、そうですか。翔太くんは最初会った時マジで怖くて、やっぱちょっと顔もこうキリッとしてて、ちょっと怖いなと思ったけど、喋ってみると結構仲良く喋ってくれる先輩です。やりがいがある。頼りがいがある。頼りがいあります。サツキ、サックン、はい、サックン、そうなんですよ、北野サツキでサックンなんです。以前やってた役が幼馴染の役っていうのがあったので、わりかしこう、年上の先輩ですけど友達のように接しさせていただいてます。ヒロキもそうですね、ササモリも、ササモリも同じようななんか、舞台で結構近しい役をやってたので、年上ですけど友達って感じですね。翔くんもそうですね、ここ3人はなんか先輩ですけど友達みたいな感じで接させてもらってます。バゴさんなんか皆さんからお話聞くとやっぱすごい人だっていうとんでもない人だぞっていうの、具体的にどんな感じかってこと。めちゃくちゃ面白 い、僕会ったことないんでどんな方なのかなっていうちょっと期待はしてます。あとツアーさんめちゃくちゃ歌うね。お、なるほど。なんかちょっと楽しみですね、ライブが。めちゃくちゃいい曲が揃ってるなっていう、本当ですか。はい、感じなので、いろんな種類があるな。バラードもそうだし、アップテンポもそうだし、私ちょっとこう今時の曲もあれば昔の曲もあって、知ってる曲ばかりだと思いますし、だし知らない曲だけど今回聴いてあいいなって思える曲も多そうだなっていう感じします。自信は良かった。いや、自信はそんなもんね。そんなもんです。そんなで頑張ります。はい、これにします。じゃん。本番で〇〇と〇〇します。おお、なるほど。〇〇とってまず人ってことですかね。はい、この中に出てくる出演者の誰かと何かをさせる。じゃあ誰が一番仲ですか、もし。でも仲いい、そうっすね、共演してたこの下段の和子さんがあるじゃないですか。ここは結構もうしたことある、仲いいメンバーですね。逆に先輩に言ってるんですか。言っちゃいますか。いや、やります。僕は努力しました。ということで、本番で誰かと、共演者の誰かと一緒にラブラブなハートポーズをします。宣言します。ということで、この中で選ばれた誰かが僕とハートポーズをします。これを仕掛けたいと思います。 2.5 次元男子ライブ2021 in LINE キューブ渋谷にて、イケメン男子俳優がみんなでラブソングを皆様にお届けしたいと思います。皆様 LINE キューブ渋谷にてお待ちしておりますので、待ってます。